皆さんこんにちは、今回は長距離走マラソントレーニングの走り方における基本動作について解説をさせていただきます。まあ、正確に言うとですね、基本動作の一つですね、他にも基本はあるんですが、まあ、今回はその中でも代表的なものの一つを紹介させていただきます。で、長距離走マラソントレーニングにおける走動作の基本の一つっていうのは、足の軌道ができるだけ綺麗な円を描くということです。まあ、確かにその人体の構造上深円にはならないんですが、楕円にはなるんですけれども、綺麗な楕円を描くということなんですね。で、これを言うとですね、多分皆さん違うこと聞いたことあると思うんですよ。長距離走マラソントレーニングの基本って、あ、すみません、走り方の基本って体の真下に足をついて地面から反発をもらうことなんじゃないのっていうふうに思われた方もいらっしゃると思います。で、そう思われた方も実は完全に間違いではないんですね。で、その理由を説明すると、理由がまあ主に2つありまして、1つ目の理由は、まず円運動というものを考えた時に、これは上下の動きと前後の動きと2つあるんですね。上下と前後、この2つの動きが重なり合った時に円運動になります。で、動き作りの段階ではそれぞれこの動作を、まあ、分けて体に覚えさせるっていうことをやったりします。だから、まあ、例えばですけど、その短距離で言えば、まあ、こういう動きを入れたりもしたりしますよね。だから前後の動きっていうのも入れるし、まあ、あとはですね、その、真上にこうボールを投げるような動作の練習もするし、真ん前にボールを投げるような動作の練習もするしっていうので、その前後の動きも学ぶ、上下の動きも学ぶ、これがまあ動き作りの段階では基本なんですね。だから、まあ、ジャンプも真ん前に飛ぶようなジャンプを入れる時もあれば、真上に飛ぶようなジャンプの動作を入れることもある。だから、その前後の動きと上下の動きっていうのを動き作りの段階では入れていきます。で、その過程において、まあ、上げた足を真下に下ろしなさいというふうに教える人も、まあ、多いんですね。で、まあ、これが一つ目の理由です。で、二つ目の理由に関して言うと、短距離に関して言えば、これは基本的には前後の動きを強く意識しないと間に合わないんですね。そもそもその短距離と長距離の違いって何なのかっていうと、短距離は疲れてもいいから最大速度を上げるのが短距離なんですね。で、長距離走の場合は最大速度で走り切ることって無理なんですよ。800メートルみたいな短い距離であっても最大速度を維持することでできなくて、最大化運動でそれをどれだけ、まあ、最大に近い速度で長時間走るかっていうところを競うのが長距離です。で、そうなった時に長距離走っていうのは疲れないイコール速く走るってことなんですよ。短距離の場合はどんだけ疲れてもいいから最大速度を上げろっていうのが短距離です。長距離の場合はもちろんそのなるべく速く走りたいわけなんですけど、疲れないイコール速く走るんですよ。だから疲れないっていうのと速く走るっていうのが一緒なので、そこの考え方が短距離と違うんですね。で、もう少し具体的に言うと、男子の短距離でトップに立とうと思ったら、ストライドで言ったら最大2メートル50センチで、ピッチで言ったら1分間に300、まあ1分間走らないですけどね、1秒間で言ったら5歩ですね。1秒間に5歩のピッチで最大ストライドは2メートル50センチ、これが作れないとトップスプリンターにはなれないんですよ。絶対なれないんですね。これできるかできないかっていうのは別として、そこを目指すしかないんですよ。もうそこしかないんですね。それ以外の選択肢ではないんです。で、そこを目指すっていう風になった時に、まずその短距離って速度が速いですよね。100メートル10秒ちょうどって時速で言ったら36キロなんですよ。この速度で走るとただでさえ慣性の法則がめちゃくちゃ働くんですよ。で、慣性の法則がめちゃくちゃ働く、まあ皆さんもそのジム行って、怪我するんでやめた方がいいんですけど、トレッドミルを時速36キロに設定したら足がどうなるかってなんとなく想像できますよね。前後の動きしか意識しなくても、トレッドミルの時速36キロで回して足をこうちょんとついたら、その瞬間足がブインって後ろに行くじゃないですか。短距離ってそういう感じなんですよ。速度が速いので、慣性の速度が、慣性の法則がものすごく働いてるんですね。だからこう真下についたらそれだけで足がこうグインって後ろに行くんですよ。だからあんまり前後の動きを意識する必要がないんですね。加速の段階は別ですよ。加速の段階ではある程度その前後の動きを使っていかないと加速することができないんですが、トップスピードに乗り切った後っていうのはもう足を地面についたらその瞬間足がグインって後ろに行くんですよ。
で、さらにその人間の体の大きさっていうものを考えたときに、やっぱりストライドってね、もう2メートル50ぐらいが限界なんですね。人間のその足の長さっていうものを考えたら。で、そうなったら、もう短距離の速度を速くしようと思ったら、ピッチを上げるしかないんですよ。で、ピッチを速くしようと思ったら、もうこの前後の動きを使うしかないんですね。その意識的に足を後ろに変えてたら、もうそのピッチがそれ以上上がらないんですよ。で、短距離って、例えば100メートルの最後の20メートルとか10メートルって、やや失速してるんですね。で、その失速ってどっから来るかって言ったら、だいたいピッチの減速から来るんですよ。そのくらい速いピッチを維持するっていうのは非常に難しいことなんですが、その限界のピッチ数を上げようと思ったら、前後の動きを意識してる暇ってあんまりないんですね。加速の段階では意識しますよ。加速の段階では意識しますが、最大速度に乗り切ったらもうこの動きを意識するしかないんですよ。で、だからまあその考え方っていうのが、まあ、ちょっと拡大解釈されてしまって、長距離の方に降りてきてるっていうのがあるんですね。ただ長距離っていうのは1分間に300歩、1秒間に5歩のピッチを目指さなくていいんですね。目指さなくていいっていうか、そのピッチでマラソンを走り切る人なんか誰もいないです。世界記録保持者から、ね、サブ4を目指すようなランナーまでそのピッチで走る人なんか誰もいないんですよ。世界記録保持者でもだいたい1分間のピッチは190歩ぐらいです。まあ、だいたい180から200ぐらいですね。まあ、例外的に215歩とかっていう人もいますが、私が知る限り過去60年間で210を超えるようなピッチを、でマラソンを走ってる人は藤原新さんと谷口博美さんと安藤由香さんと、この3選手だけです。私が知る限り他誰もいないです。でぐらい、まあね、サブ4を目指すようなランナーから世界記録保持者までマラソンのピッチってだいたい180から200歩なんですね。そうするとこの動きだけだと尺が余るんですよ。尺が余るっていうのが1点と、もう1点の問題点は、この動きって、衝撃が大きくなるんですよね。要は疲れやすいんですよ。接地の衝撃が大きくなるんですよ。これって単純な理屈で、その壁を殴るときに、一番衝撃が大きくなるのは、やっぱりこうやってまっすぐ殴ることじゃないですか。まっすぐ殴るのが、一番、伝わる力が大きくなりますよね。でこれって作用反作用の法則が働くので、どっちも衝撃はまっすぐ殴るのが一番衝撃は大きいんですよ。壁に加わる力も大きい代わりに、こっちに返ってくる力も大きいんですよ。で、一方でこの壁を殴るというか、まあ、力を伝えるっていう時に、こう上からこうやって撫でるように殴ると若干衝撃が少なくなりますよね。まあまあ、グーとパーの違いがあるって言われるんだったら、別に張り手でもいいんですよ。張り手でまっすぐこうやって押すのと、こうやって撫でるように壁を、まあ、叩くっていうのかなのかわかんないですけど、こういう風にするのと、だったら、まあ、こういう風にする方が、衝撃っていうのはものすごく減るわけですよね。で、ランニングにおいてもこれって同じなんですよ。真上から真下に、こう、ストンってついてしまうと、どうしても、その、接地の衝撃が大きくなるんですね。だから疲れやすいんですよ。で、接地の衝撃が大きくなるっていうことはどういうことかっていうと、それだけ足の筋肉もこわばるっていうことなんですね。力が入るということなんですよ。だから接地の衝撃を、まあ、いかに少なくするのかっていうのが長距離走マラソンにおける基本の技術の一つなんですね。で、そうするとどういう動きをするかというと、膝を上げてきたら真下につくんじゃなくて、若干はやっぱり振り出すんですね。前に振り出して、で基本的にはかかとからつきます。で、この時にコツは、接地の瞬間に一回振り出すんだけど、こうドンとぶつかるんじゃなくて、かかとを軽く前に振り出すんだけれども、手前に引き寄せながら上体を前に移動させるんですよ。かかとからついたら皆さんブレーキかかる、まあ皆さんっていうか、あのブレーキかかるって解説してある雑誌とか絶対見たことあるでしょ。だけど、あれってものすごく間違っていて、それはね、体を体重を後ろに残したままね、かかとだけ前に出してドスンってついたらブレーキかかりますよ。だけど、そうじゃなくて、膝を軽く上げます。で、膝下を前に振り出します。で、その足を手前に引き戻す、かつ上体を前に移動させて、こんな感じで乗り込むんですよ。この時に、
要は前に振り出した足がこう手前に引き戻しながら円運動するんですね。で、体の真下につくっていうふうに言いますが、まっすぐ上げて真下にスポンと下ろすんじゃなくて、軽く上げて前に振り出して、でこの時に足を手前に引き戻しながら上体を前に動かします。でつく時にはまあ大体真下ぐらいかなと。まあ正確に言うとトップランナーはもう真下にはついてないです。あの嘘だと思うんだったら自分の目でスローで確認してみてください。トップランナーも真下でついてる人ってほぼいなくて、若干は前です。このぐらいの位置ですね。ここだと確かに前すぎてブレーキがかかります。でもここではないんですよ。真下ってここですよね。ここではないんですよ。やっぱこの辺ではついてるんですよ。だから前に一回振り出して足を手前に引き戻す、で上体を前に戻し持っていく、でこういう感じでほぼ真下につくと。で、その後もこう地面について小高い人が乗り込みますよね。この時もあんまり真上に蹴ろうとするとこういう動きになるんですね。こういう動きだけど、そうじゃなくてなるべく綺麗な円を描きたいので、ここをこうスーッと後ろに流していくんですね、動き的にはですよ。でただここでその問題は、意識とその実際の動きにズレが出ることがあって、ペースが速くなればなるほどやっぱりその慣性の動きが強くなるんですよ。だからペースが速くなればなるほど意識的にはこういう意識でいいです。意識的にはね、かかとをお尻の方に引き寄せてくるようなこういう意識です。でなんでかって言ったら、あのトレッドミルが動いてるところを想像してもらえればいいと思うんですけど、ペースが速くなればこう要は地面が動いてるわけですよね。地面が動いてるわけなので、意識的にはこういう意識であったとしても実際の動きはこうなるんですよ。だけどそのペースが遅ければこの慣性の力っていうのがあまり働かないわけですよね。要はそのトレッドミルで言えば、この地面の流れる速度が遅いわけですよね。で地面のその流れる速度が遅い場合にはですね、あんまりその前後の動きを意識する必要っていうのはないんですね。なんでかって言ったら、そもそもあの地面がこっちに動いてないからです。これが速くなればなるほどこういう意識で体を動かしても実際にはこう円運動になっていくんです。だけどここの流れる速度が遅ければ遅いほどこういう動きで動くと実際こういう動きになってしまうんですね。だからペースが遅いのにこの前後の動きを使ってると、あの無駄に設置の消費費も大きくなるし、まあ、疲れやすいということになるので、長距離の場合は速度が遅ければ遅いほど前後の動きはあまり意識しない、で速度が上がれば上がるほど、まあ、ちょっとずつ前後の動きを意識していく。だからもっと言ったら、そのラストスパートかけるときとかっていうのはある程度意識的に膝を高く上げた方がいいです。膝を高く上げて、膝を高く上げるっていうことはどういうことかって言ったら、この円の軌道を大きくするっていうことですね。で円の軌道を大きくするっていうのが一つと、まあピッチを上げようと思ったらやっぱり膝を真上に上げるっていうのが一番なんですね。膝を真上に上げることによって、要はこの、まあ、トルクが短くなるわけですね。この腰の骨盤の高さから地面までのこの長さが、膝を上げることによって短くなるわけですよね。で短い棒を振り回す方が当然速く動けるわけなので、最後ラストスパートの時とかは、まあ、膝を高く上げてくるっていうのを意識するといいとは思いますが、まあ、言ってもラスト 100m とかそういう話ですね。で、長距離走のマラソンで大切なのは、その自分が走る速度に応じた正しいというか楽に走る動きですね。自分が走る速度に応じて一番楽に走れる動きを体に覚えさせるっていうことが長距離走のマラソンでは非常に大切です。だから市民ランナーさんとかでも、まあ結構そのおっしゃる方が多いのは、早く動いた方が楽、まあ、早く動いた方が楽っていうのはちょっと語弊があるかもしれませんが、まあ、早く走った方が綺麗には走れるんですね。実は早く走る方が楽は楽なんですよ。 楽というか、綺麗に動こう、綺麗に走るとかインスタ映えするとかそういうことを考えるのであれば、早く走った方がインスタ映えはするんですよ。でそれは別にそのペースが速いからインスタ映えするとかじゃなくて、早く動く方が実は人間って簡単だったりするんですね。だけど遅いペースで実際に楽に走るとかゆったり走るっていうのは結構難しかったりするんですね。だけど長距離走のマラソンで大切なのはそっちの方なんですよ。例えばサブ 3.5 目指すんだったら、
1キロ5分ペースでなるべくね、なんていうんですか、なるべく楽にスムーズに足を円運動させるっていうことの方が1キロ4分ペースでなんかダイナミックに走るよりもよっぽど大切なんですね。っていうのが長距離走マラソントレーニングにおける、まあ、総技術の基本であるということを理解してください。というわけで今回の内容は以上です。最後に長距離走マラソンが速くなりたい方にお知らせです。現在、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントという書籍を1000円で販売しているんですが、こちらの書籍の原稿データを現在ご希望される方に無料で PDF ファイルでプレゼントさせていただいております。お受け取りをご希望される方は、ぜひ動画の概要欄の URL をクリックしてお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。I'll be out.